こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はですね、黒サンゴと山サンゴについて、どちらもイヤリングなんですが、そのことについてちょっと、お話ししたいと思います。黒サンゴ、名前の通りこう黒いんですよね。黒いサンゴでこういうこれイヤリングになってますよね。で左側がこれ山サンゴと言いましてね、これ化石なんですよね。サンゴのなんかいろんなパワーストーンのなんか意味も結構あると思うんですよね。黒サンゴの場合ですとこう心に安らぎをもたらす効果というか、そういうねいろんな意味があるそうです。隠された潜在能力を引き出してくれるとかね、あとその悪運を遠ざけるっていう力とかね、その山、あと山サンゴも同じような、またねサンゴと同じような効果ある、そういうパワーストーン的な効果もあるそうなんですが、比較的値段はね安いんですよね。山サンゴはこれだけ大きさあって赤くてですね、日本でもなんか産出される場合、化石でもんですからね。あと海外でモンゴルとかね、ああいうとこでも、内陸ないとこでも取れるっていう、結構量あるらしいですね、これはね。ですからそんなに値段的には高くはないと思います。いずれにしましてもこういう、ちょっと変わったですね、この黒サンゴ山サンゴっていうのはちょっとありますので、どうかよろしくお願い申し上げます。